みなさんこんにちは経済学部のカモですこれから現代経済コースの紹介を始めますまずはじめにこのコースでの学びの趣旨について説明しますこのコースの大きな目標は現代の社会問題を経済学を応用して解決を目指すことです 海洋汚染や高齢者介護の問題障害者の支援や働き方改革待機児童の問題といったニュース報道等でおなじみの問題はもちろんのこと保護猫の問題や SNS の口コミの問題といった皆さんにとって非常に身近な問題あるいは生体感人移植のような医療の問題実はこれらすべて経済問題の側面を持っているんです。 例えば、保護猫の問題は、資源配分、マッチングの問題と考えることができます。世の中にはたくさん猫好きの人がいますが、これは猫に対する需要が大きいということです。にもかかわらず、なぜ殺処分される猫がたくさんいるんでしょうか。これらをゼロにすることはできないにしても、今よりももう少し減らすことはできないでしょうか。 実はこのような問題に対して非常に有用なのが経済学なのです大きな問題から小さな問題までさまざまな問題がありますが何何をを大大事に思い何を大切に思思い切うかは人それぞれぞです皆さんは自分の問題を発見しそして今よりもほんの少しだけ暮らしが良くなるような新しい工夫仕組みを提案することができる。 これがこのコースの大きな趣旨です。したがってこのコースの到達目標は現代社会が抱える社会問題を深く理解し経済学的な思考に基づいて解決策を提案できるようになることです。そのための知識を提供するのがこのような科目群になっています。公共経済学や 財政学社会保障論環境経済学といった公共政策に関する科目医療経済学や労働経済学家計の経済学といった人に関わる科目産業組織論やリスクマネジメントといった企業を取りり巻く環境に関すする科目があります皆さんはこれらの科目を主体的に履修し 自ららの問題意識を深めてていいいいってもらいたいと思います最後に現代経済コースを終了した人の卒業後のイメージ人物像ですがそれはみんなの幸せのために働く人あるいはそのようなマインドを持って社会に貢献しようとする人です。職業で言えば 国家公公務員や教職のような公的サービスを提供するあるいは一般企業であったとしてもみん,なが喜んみんなに喜んでもらえるような財・サービスを提供したいと考えて働くあるいはそのような財・サービスがないのであるならば自ら会社を立ち上げて起業をするそれを目標にするという人。 またさらに研究を進進めめるるたにに大学院に進学院すすという選択肢もあります皆さんがこのコースでの学びを通じて自らの将来の選択肢可能性が広がることを願っています。以上で「現代経済コース」の紹介を終わります。